はい、皆さんこんにちは。なんかね、最近ね、こいつヘッドアンプね、ヒューサンドケトラのチューブマイスター36ってやつなんですけど、なんかこれね、最近音出ないんで調子悪いんでね、なんか真空管、ここら辺のね、真空管周りに異常があるっぽいんで、今回はそれを交換していきたいと思います。はい、ということでですね、今回は、チューブマイスター36の真空管の交換をしていきたいと思います。今回ね、交換する、真空管はですね、エレクトロハーモニクスの EL84 ってやつと、エレクトロハーモニクスの、12AX7EH っていう真空管ですね。こちらにね、それぞれ交換していきたいと思います。はい、ということでね、分解して、中の方をね、蓋開けれたらですね、次はですね、真空管の、金具類をね、ちょっと取っていきたいと思います。はい、ということでですね、それぞれのね、真空管の留め具類をですね、外すっていう映像だったんですけど、プリアンプチューブの方の、バネの方の金具ですね、あれの取り方をちょっと動画に収めてなかったんですけど、あれはですね、バネのところ、てっぺんの方をですね、上に引っ張って、取る感じで普通に取れますんで、まあ、結構力強めに引っ張ってもらえれば取れます。はい。で、そうしたらですね、古い、真空管を抜いてですね、新しい、真空管に入れ替えるっていう作業ですね、次は。で、そちらの映像をご覧ください。動画めちゃくちゃこれ短いんでね、説明しますと、左右に振りながら、上の方に引っ張ってもらえるとすぐに取れます。Next, I'm going to install the tubes. はい、ということでですね、真空管の方取り付け完了いたしました。ということでね、こんな感じになってますね。でね、次音出しの方で確認していきたいと思います。はい、それじゃあね、全部交換終わりましたので、音が出るか、チェックしてみたいと思います。よいしょ、これでパワーを、光ってます。いいで、スタンバイですね。それでしばらく待ちます。はい、すいませんね、ちょっとギター構えて、準備してました。じゃあ早速ね、これボリュームの方を上げて、マスターボリュームを上げて弾きます。ちゃんと音出ました。
はい、ということで真空管の方を交換して音出しの方も確認できました。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったら、コメントやなんだあチャンネル登録やいいねとか、まあ好きになんかコメントとかしてください。はい、終わります。